ここはハッピーアイランドのファーム学園。農林水産物の妖精たちが出荷を目指して日々勉強しています。みんなとっても個性的な生徒ばかり。さて今日は何が起こるでしょう。あれ、学校の中から絶叫が聞こえますね。あの声は干し柿のアンポちゃんです。やめて、いじめは許さん。何してんの。お前もちょっと来いよ。すっげーぞ。何が。お前もやってみればわかる。だから何が。これだよこれ。ほっぺぷにぷに。は、まあいいからやってみようって。はあ、なんでこんなことしなきゃなんないの。帰って来られなくなるところだった。しかしお前のほっぺやばいな。なんなんだよ、天使のほっぺちゃんかよ。プニプニのプニプニすぎだろ。どうやったらそんなになるんだよ。アンポちゃんはスペシャルエステを受けているからな。エステ。なになになに、アンポだけずるくね。同じ果実としておかしいっしょ。どんなエステね、教えて教えて教えてよ。物を知らぬ暁のために教えてやろう。その名も硫黄燻蒸。何それ、すごそう。硫黄燻蒸というのはその昔米国カリフォルニアから伝わった干しブドウ製法で、硫黄を使って燻製し熟成させる製法のことだ。そうすることで外はふわふわ、中は半生しっとりに仕上がるんだ。まさにフルーツ界のスペシャル温泉サウナとも言うべき究極のエステだな。スペシャル温泉サウナだと。私も受けたい受けたい受けたい。あ、そうだ、新高ちゃんもそばかす気にしてたじゃん。行こうよ。なあなあなあ、いいだろ、私もスベスベふわふわになりたい。うどうかな。私はいいけど。お前の場合うまくいくと天使のほっぺちゃんじゃなくて天使のお尻ちゃんになっちまうぞ。ひらめちゃん笑うな。ひらめちゃんって飛べるんだ。アンポガキは福島県の伊達市を発祥とする干し柿の仲間です。鮮やかなオレンジ色ととろみのある柔らかい食感が特徴です。視覚の正常化に効果のあるビタミン A が生柿に比べ2倍以上含まれています。また渋みの元となるタンニンはポリフェノールの一種で抗酸化性が強く、活性酸素の除去作用もあるとされ、アンポ柿には健康をサポートする効果が期待されます。